皆さんこんにちは。インタビュアーの了解翔太でございます。本日はですね、斉藤芳乃さんとの対談動画をお届けしたいと思いまして、この場をですね、頂戴しております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まだですね、斉藤さんのことをご存知でない方もいらっしゃるかと思いますので、はい、簡単にご紹介をさせていただきたいんですけれども、はい、心の専門家として、これまで延べ3万4000人以上の悩みに向き合ってきた人気講師であり、心の花嫁学校マリアージュスクール主催、また最近はですね、一般社団法人潜在意識学協会の代表理事でもあられるということで、まあ、多岐にわたるですね活動をされてるんですけれども、今回斉藤さんの最新刊が発売が決定いたしまして、その発売前にですね、独占インタビューをお届けしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今回ですね、タイトルが多分今この辺にボンと想定が出てると思うんですけど、たった4日間で潜在意識を変え、お金を増やす本ということなんですけれども、これ率直にちょっと申し上げるとですね、はい、過去、まあ、今回6冊目になるんですかね、本は5冊目になるんですかね、8冊目ですね、はい、ごめんなさい、8冊目になるんですね、はい、全部過去の本はやっぱり恋愛系の本というか、そうですね、はい、まあ、女性が自分をこう、はい、自分自身をこう愛するみたいな本が結構多かったんですけれども、はい、あれ、なんで結婚の先生がこのお金の本というところで一瞬ちょっと疑問符があったんですけれども、まあ、今回なぜこのお金に特化した本を、まあ、こう出筆しようかなと思ったきっかけみたいなものってあったんですかね。はい、はい、花嫁学校をしておりまして、はいはい、皆さんやっぱり運命の方に巡り合いたい、うん、あるいは、まあ、自分が素敵な女性になって良い恋愛をしたいという方が多くて、はい、そのための講座をさせていただいてたんですけれども、はいはい、その中でなぜか運命の人に出会う前に例えば昇級してしまう、周りの人から評価されて、ヘッドハンティングをしてしまうという方が本当に続出いたしまして、なのでなぜか恋愛の講座をしながらも、はい、お金の方が、実はすごく成果が出ているということがございました。そういう事例がたくさんあったわけなんですね。そうですね、ものすごくたくさん。本当ですか。、はい、もう数え切れないほどね、多分言ってたらキリがないぐらいエピソードがあるということだったんですけれども、やっぱお金の方が結構簡単というか、はい、どちらかというとその運命 の、パートナーに出会うとかっていうよりはお金の方がそう引き寄せるのって結構簡単だったりするわけなんですかね。どちらかというと順番的に、そうですね、早いです。なぜかというと、はいはいはい、お金はやはり自己価値を認めた瞬間に周りの人からも評価される、相手ではなく自分自身が変わると現実がすぐに変わるというふうになりますので、結果がとても早いです。あ、お金はすごく結果がとても早いということですよね。はい、自分自身を正当に評価して自分の意識を変えるだけで、やっぱりそのお金に対する意識、要するに自分に対する意識を変えることによってお金がすごく現実として変わってくるということなんですかね。そうです。はい、いや、素晴らしいですね。そういった、ね、たくさんの、まあ、事例も、まあ、今回この本に、まあ、書かれているかとは思うんですけれども、はい、なるほどですね。で、今でこそもうご活躍のね、斉藤さんなんですけれども、それでもこの本にね書いてあったんですが、昔は自分自身あまり価値のない人間だと思っていたりとか、引きこもりだったということで伺ってるんですけれども、はい、ね、今からだと全然想像ができなくて、そこからこう今に変わるきっかけみたいなエピソードって何かあったんですかね。はい、はい、私はやはり虐待をされてまして、うん、中学生の時に家出を北海道にしたこともあったんですね。はい、で、その時はやはり自己価値がなくて、うん、人のことも信じられなくて自分の可能性も信じられなかったんですが、うん、でもその、ま、家出をして、うん、そこから帰る飛行機の中で疲れて寝てしまってたんですね。はいはいはい、で、疲れて寝てしまっていたんですが、目が覚めて本当にパッと目を開けたら、うん、机の上にたくさんの飴があったんですね。はいはい、で、その飴多分こう寝ていて、うん、まあ、すごく変な時期ですし、に、まあ、訳ありそうな親子が寝ていて、はい、で、多分こうフライトアンテンダントの方が何かを感じて置いてくださったんだと思うんですね。はい、でも、こうやって私のことを何も知らなかったとしても、うん、こんな風に、まあ、私のことを気遣って飴を置いておいてくれる、うん、そのこういう この世界にはこういう優しい方もいらっしゃるんだなって思った瞬間に、うん、やはり人を信じられるな、
うん、私はもう一回死にたいと思っていたけれど、うん、もう一回こういう人もいてくれるのであれば、うん、その瞬間を信じて、うん、私はもう一度ちゃんと生きていこう、うん、そこから立ち直ることができました。なるほどですね、はい、まあ、そういったエピソードが過去にあったということで、はい、そういった誰かとのちょっとした優しさみたいなものとか気遣いとかっていうもので人ってすぐこう変わったり ね、 そうですね、ちょっとしたことでやっぱりきっかけで変わったりするものだったりすると思うんですけれども、はいはい、まあ、今回ね本のタイトルもう一度お伝えしますけど、たった4日間で潜在意識を変えお金を増やす本ということなんですけれども、ね、この本書読ませていただいたんですけれども、この貧乏無意識っていうのをね、その無意識にこう自分で勝手に、まあ、小さな箱に閉じこもってしまっているということで、まあ、比喩表現で素晴らしくちょっと分かりやすく表現されてたんですけれども、まあ、ここから脱出したいと思う人って結構多いと思うんですよ、その貧乏にこう思ってる無意識から。そうですね、はいはい、すごく多くいらっしゃると思うんですけど、これたった4日間ってねなってるんですけど、これ本当にこれ誰にでも意識を変えるだけできるのかなっていうところが疑問に思ったんですけど、はい、その辺は結構できちゃったりするもんなんですかね。はい、はい、できます。極端な話ですと、はい、講座を受けた、はい、受けて終わったのが16時で、17時に一度面接落ちた会社からやっぱりうちの会社に来てくださいって、はいはいはい、採用の電話がかかってきた方もいらっしゃいますし、すごいですね、はい、目まぐるしく現実がすぐ変わっていくというのが、はい、そうですね、そういう事例があるということなんですね、はい、いやますますですねこの本書、ね、動画見られている方も楽しみになってきたんじゃないかなと思うんですが、まあ、ちょうどですねこの動画が、ね、ご覧になっていただいていると思うので、この動画の説明欄下のところにもですね、この本書の最初の冒頭の部分第1章のが、まあ、無料でちょっと読めるですねプレイ読みみたいなものもありますので、ぜひそちらもね無料でゲットしていただきたいんですけれども、まあ本当にまだまだね聞きたいないことたくさんいっぱいあるんですが、最後に質問一つだけよろしいですか、はい、本書これどんな人に読んでいただきたいですか。やはり、はい、自分自身に価値がないと思っていて、はい、どうしても自信を持てない、いつもそのどこかで自分がこの世界にいなくてもいいんじゃないか、私には影響力がなくて、うん、本当に他の人が優れていて、自分が生きていてもそんなにこの世界には何も影響がないんじゃないか、うん、そんな風に自分を小さく思っている方にぜひ読んでいただきたいです、はい、うん、なるほどですね、はい、発売がですねこちらが9月17日予定ということで、その発売日と、まあ、同日にですねお得なプレゼントがたくさんもらえるキャンペーンが、ね、同時開催ということで、はい、類まれを見ないですね本当に特別なプレゼントの数々が今回キャンペーンでね、プレゼントできますので、ぜひですね引き続きブログ等々、まあ、SNS をチェックしていただきたいなと思います。斉藤さん今日はね素敵な貴重な話をたくさん聞かせていただいてありがとうございました。はい、こちらこそ、はい、ありがとうございました。